はいパーソーーナルーかっこいい体かっこ悪い体を考えていく時に、まあ、体脂肪のことも考えていくでしょうそして筋肉のことも考えていくでしょうだけどねやっぱりもう一つの要素っていうのがあってこの要素が欠けているとやっぱりかっこよくないというのがありますまあそれはですねやっぱりこのね4050代60代になってくると痛切に感じるものなんですけれどもそれはですねあの地球には重力というのがあります 重力知ってますよね。重力あります。重力があるとどうなるかというと、リンゴが落ちます。はい。リンゴが落ちるんですけど、物が落ちる。物が引っ張られていく。下に引っ張られていく。そうすると、体も重力に負けていくんですね。これっていうのは重力に負けていく。で、この重力に負けた形ってどうでしょうか まあ、かっこ悪いですね。同じ形の体ですけど、重力に負けるとかっこ悪い。でも、いわゆる姿勢が悪い、どうのこうのって、これって、あの、なんかその人の癖が悪いとか、考え方があるとか、そういうことではなくて、もう重力があるから重力があるから、重力にこう、負けてってしまう。ね。これだけでまあ、20歳ぐらいは受けて見えると思うんですけど、まあ、そうならないように、重力に打ち勝ってほしいわけですね。重力に、 打ち勝ってほしいんですよ。で、そうすると、こう、重力がこういう風うに引っ張っていくから、これに打ち勝つっていうのは、その逆の筋肉を鍛える必要がまあ,あるわけですね。で、そのためにベストな運動というのが、まあ、デッドリフトなわけですよ。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、このデッドリフトをやっていくべきではあるんですけど、まあ、デッドリフトは、まあ、バーベルとかダンベルとか、まあ、両方でありますけれども、まあ、ジムでできる人はね、できるだけバーベルを使った方がいいし、まあ、まあ、家でやる場合にはダンベルでいいんですけども、まあ、デッドリフトというのが、えっ、ー、と、まず、動きを、 やっていくと、えー、まあ、こういった形のものですね。こういった形のものが、まあ、デッドリフトになってくるわけですけども、このデッドリフト、まあ、知ってるよ、分かってるよ、なんですけれども、普通に持ち上げるだけでは不十分なんですよ。普通に持ち上げる、あるいはなんとなくやってるのでは、今の重力に打ち勝つためには全然不十分なんですね。このデッドリフトをね、やる目的っていうのは、 一つにはエネルギーを消費するというのがありますね大きな筋肉をたくさん使って重い重さも扱えるので、まあ、エネルギーをたくさん消費していくそしてたくさんの筋肉を使うのでその筋肉を作っていけば代謝が上がる、ね、とより痩せやすい体を作っていけるというのもありますでもちろんこの脊柱起立筋を鍛えていくので腰痛予防にもなるというのもありますしまあそれ以外にある意味合いとしては 体を支えるというのがあるんですね。で、この体を支えるために、デッドリフトをやって、そう腰を鍛えるんだよねっていう言われますけど、この腰を鍛えるという概念だけでは、これまた不十分なんですよ。腰を鍛えるだけじゃなくて、全体を鍛えるデッドリフトをやってほしいということ。これが本当に40、50代、60代の場合には重要な考え方なんですね。そのデッドリフトをやっていくときに、通常ね、デッドリフトをやっていくときに、 股関節ね股関節のヒンジって言ってここをねあの蝶臭貝のように折り曲げるひんそういうデッドリフトをやっていくっていうのはまあ通常ねそういう考え方なんですけどただこの股関節をヒンジとして使うというだけでもこれまた不十分いろいろね普通に何となくやってると不十分なことは結構あるんですけどちょっとダンベルを置いて説明しますが。 あのここをヒンジを使ってやっていこうと思うと結構ありがちなのがここヒンジだから後ろ後ろ後ろね後ろ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 ,後ろってなると後ろに引きがちなんですよ重心がぐーっと一緒に引いてつま先で浮きそうな感じでねあかかとねかかと,か,と,か,か,と,か,か,とかかとってこういう浮きがちな感じのこともあるんですけどこの重心を後ろに引きがちっていうのもこれ間違いです重心は後ろに引かないであとまあ似たような形なんですけどジムであのすみすましんで デッるリトをやってるのを見かけると思うんですけど、僕はですよ、僕はスミスマシンでやらないでフリーウェイトでやった方がいいと思います。で、なぜかというと、あの、結構ね、スミスでやってる人の場合には、これでなんかね、かなり今との、ね、重心を後ろに引きながら引いてる人なんですよ。体重をこっちに引きながら、その体重で引っ張ってる人もいるんですけど、その引き方でこの重いバーを上がっても、体重をこっちにかけて、その重さで上がってるだけみたいなのが、 何割か入ってしまうので、そうすると、使うべき筋肉はそれほど使ってないんですね。重力に打ち勝つ体を作るためのデッドリフトとして、二つの重要ポイントというのがあります。ここはしっかり押さえた上で、デッドリフトをやってほしいということ。一つ目というのは、踏むということ。踏む。これをね、あまりね、ちょっと皆さんこの概念としてない場合が多いんですけど、このデッドリフトなんだけど、踏むというのが大切なんですよ。今言った、このね、 重心を後ろにこう引きがちなとかあるいはこう引く時にもこう後ろに引いてるような感じではなくてこれでこうやるとつまき浮きとかなり不安定じゃないですかこうじゃなくてまずね下半身をね踏むんですよ踏むちょっと立ってやってみてくださいこういう感じ踏む踏む踏むこういう踏むというちょっと小さいクッションをやってみると足の裏が地面をプレスする感じあると思うんですよ足の裏をプレス全体ね かかとだけではなくて、ずーっとこう全体。まあ指までとは言わないですけど、かかとからずーっとこう全体で、全体で、プレス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 。まあこれ感じますよね、プレスする感じ。このプレスする、この感じ、ね、すねからズドンと真下に通ってプレスする、この感じを、この上と思ってやっていくのこの踏む感じを、ここから入れていくんですね。このプレスする感じを入れていく。 結果的にはさっきの後ろに引くっていうのを比べて、この膝が、これよりは、結果的には前になるんですけど、だけど、これをね、膝を前前、膝を曲げるとかという部分的な考え方をしないということ。そうじゃなくて、踏む、踏むんですよ。踏むという、この感覚をなんとなく最初から、この踏むという感覚と、ここを引くのと、お腹が落ちていくのを全部同時にやっていくんですね。踏むという感覚をこの時点から入れていく。なので、 降りた時になんかこの辺が伸びてるだけじゃなくてもうこの時点でさっきの踏むと足の裏プレスしてる感じを作っていくんですよ。ここでプレスで足の裏がプレスしてる。で、そこからさらに足の裏全体をプレスしてダンベルバーを引き離すということ。このデッドリフトっていうのはあの何を考えながらやるかというとあの基本的にはね、一番重要なのはこの足の裏の地面、地面とバーを引き離す。地面とバーを引き離す。 これなんですよ。今こう、これとこう足プレスしてるじゃないですか。プレスしてる。で、プレスをしていく中で、上半身も起き上がる。足の裏、地面とバーを、地面とダンベルを引き離すというのをやっていく。で、それをやっていく中で、正しいフォームを取っていれば、自然とハムスリングス、お尻、脊柱起立筋、背中が全部使われてくるということなんで、まあ、やってる最中に、この腰の筋肉を使うっていうイメージではないですよ。 これは部分を考えないで、本当に全体を考えていく。さっき言いましたね。あの、脊中切り筋けにだけを鍛えるという考え方じゃなくて、体を支えるということなので、全体のイメージだという。これは体全部のイメージでやっていく。それがまず、踏む。踏む。そして踏みながらバーを引き上げる。そうすると全体が伸びていく形になりますね。で、降りていくときにもすでに踏むというのを入れながらやって、引き離していく。というこの感じ。これは少し練習をしてほしいです。まあ、すぐにできない場合もまあ結構ありますので、 踏むふむ踏みながらここまで行って。もちろんデッチ、背中腰取ってます。で、そこからさらに踏みながらバーを引き上げていく。ということ。これを踏むというポイントがまず一つ目として大事です。で、二番目のポイントというのが、下から上までということ。えっと、今、全体と言いました。で、脊柱気づだけでもないと言いました。全体というのは、この、 ま、足の裏がある、もも裏がある、お尻が,お尻がある。で、脊柱気術筋、この腰のところから脊柱気術筋,筋ず、脊柱気術筋はずーっとここまであります。で、僧帽筋、両脊筋のそのあたりまであります。で、そのあたりを全部重力に対抗する力、筋力がなければ、こうなっちゃうわけじゃないですか。だから、ここの、この辺だけではなくて、全体がぐっと体をこう持ってこれる力、筋力が欲しいわけですね。だから、もう、下から上まで、この辺まで意識する必要があるということ。 じゃあどうするかというとですね、こうデッドリフトをこうやってやってった時に、こうね、上がってった時に結構ありがちなのがね、もう間違いね、間違いとしてありがちなのが、こう言って、上がってこれ休憩。こう猫背で休憩してしまう。こう上がったからもう休憩ねって、この猫背休憩なし、なしです。これにもう休憩はいないです。で、あるいはこう言って、のけぞれ休憩。のけぞれ休憩はそもそもあの、腰が危ないので、こういう形にならないでそこまでいかないです。 であのやってほしいのはです、ね、こうやって引き上げてきた時に引き上げてきた時に肋骨をお腹筋をちょっと締めながら肋骨を上げるこうここからこう上げてきてるこの最中から締めて上げる結果的にここは肋骨が一個高いところに来てほしいですね高いつまり大胸筋こうクッと上がってますよねただこれがお腹の力抜けて腰が入って大胸筋が上に向くっていうんじゃなくて締めて肋骨を持ち上げるからこの肋骨が高くなって こういう姿勢になるということ。こうならないし、こうなるということ。ただ抜けてるんじゃなくて、締めて持ち上げてる。ここに来ます。で、ここに来た上で、上げてきた時に肩甲骨の間を締めるということ。この二つ。これと、この締めるを、もう、この下のね、一番ボトムポジションから最初からやってくる。最初から、ここを締めて持ち上げて、最初からこれを寄せ始める。すべてを、 1>, 1から10までの動きをスタートとエンドを全部同時にやる。起き上がるということ。閉めて持ち上げるということ。それで寄せ始めるということ。全部をここからスタートしてここで終わる。結果的にここは最後閉まる。結果的に最後ここ持ち上がった。こういう姿勢になってくる。というところまやってる。これがなければ重力に負けてしまう。 体になってしまうデッドリりト一つでそこまでのことができるんですね。デッドリとト一つでそこまで体をよく見せることができる、そういうエクササイズなんですね。ただただ重いのは持ち上げるだけでもないし、ただただ腰を鍛えるだけでもないです。もうそこまでの重要な意味があるので、まあ、だから僕は結構口が酸っぱくなるぐらい、デッドリとトやってねって言ってるわけですよね。なので、今の2つのポイントをまとめてやると、まず、踏む。 踏む、踏む感覚から入って踏む、踏む、踏む、踏む。で、踏みながら上げながらお腹肋骨持ち上げて締める。全部同時踏む、踏んだ感じ。で、踏みながら持ち上げて、お腹肋骨持ち上げて締める。すべてが踏む、お腹肋骨持ち上げる、背中締める。この締める。同時に始まって、同時にすべてやっていく。で、ここで一回が完了。で、もう一回踏みながらから入っていく。 という感じなんです、ね、このまとまった動きになるまでその動きに慣れるまで頭で整理しながらねワンレップワンレップどんどん練習をしてくださいそうすればねデッドリフトっていうものはねものすごいね意味の持ったあのその意味合い的にレベルの高いエクササイズになってくるので是非ねその感じでやってほしいと思いますでそれをやるこことにによってこの重力に負けた 体にならないようになって、よりかっこいい体を作ってほしいと思います。頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってます。フォローよろしくお願いします。パーサートレーナーのゆうじでした。Go! Go!